Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 24。今日はなんと初リクエストです。わこのポッドキャスト初の、リクエストをいただきましたので、ちょっとそれに答える形でやってみたいと思います。質問は、どうしても許せないやつに対してどうやって考えたらいいのかっていうお話です。こんにちは。大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのか、またこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問リクエストなど受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。今日は初のリクエストをいただきましたので、嬉しいです。ありがとうございます。そのリクエストにお答えする形でお話ししていきたいと思います。質問がですね、どうしても許せないやつに対してどうやって考えたらいいかっていう質問だったんですけれども、まあ、人生において、誰でもそういう何か嫌な思いをさせられたとかですね、何かされたとかですね、なんか許せない人っていると思うんですよね。で、まあそれがそのまま許せないままか、まあ許したか、もう気にならないか、まあ違いはあるとしても、まあそういう方が一人か二人かはいらっしゃると思うんですね。皆さんやっぱし長年生きていると。で、その時にどういう考え方をしたらいいかっていうお話をしたいと思います。それでですね、3つ考え方をお伝えします。軽いものから、私が一番いいと思うものまで、軽いものからいきます。まずですね、これ私関西人だからか知らないんですけど、ユーモアに変えるっていうのがすごいいいですね。なんか自分の場合はこれめっちゃ聞きましたね。前の会社のボスがなんかドイツ人のターミネーターみたいな人で、見た目がなんかターミネーターを細くした感じなんですよ。で、怖いんですよ、ロボットみたいで。で、すごく政治的に、まあね、フランスの大企業ので駐在でアメリカに来てる人で、政治的能力が長けて出て、ボスに対して、上の人に対してものすごく、まあ、マネージメントがうまかったんですね。で、下の人に対してはもう締め付けがきついで、話してでも怖いんですよ、すごい。すごい冗談とか言うんですけど、目が笑ってない人っているじゃないですか。そんな感じで私めっちゃなんか怖かったんですけど、もうそいつが嫌いで嫌いで、もう、まあ、その人が原因で会社辞めたぐらい嫌いだったんですけど、それを私の友達に言ったら、その私の友達っていうのが競争みたいなことをしてる人で、彼女は違うって言うんですけど、私絶対競争だと思うんですけど、その理由はいつも会うたびになんかファンからもらった貢ぎ物のお裾分けを私にくれるんですよ。で、そのなんか普通の人ってそんな貢ぎ物いつもないじゃないですか。絶対なんかお供えとか、お供えだと思うんですけど、まあそれはともかく、なんかその教祖のお友達が言ったことが、彼女なんか特別な能力があって、その教祖の友達が言ったことが、宇宙人ってほんまにおるねんでとか言われて、で、その彼女が言うには、宇宙人が人間のふりをして人間に混じってるらしいんですよ。すいません、もうこの話するだけで笑えるんだけど。で、たまになんか人間に化けきれてないのがいるっていう話をしたんですよ。で、それがうちのボスに違いないって、だってなんかたまに本当に変なんですよ。で、なんかその話を聞いて
本当にそうなのかなとか思いながら、でもすっごい面白いから、なんかこの人宇宙人かどうか見てみようとか思って、会議の時とか宇宙人かどうかちょっと観察してたんですけど、でその目を見たらいけないっていうすいません、めっちゃ笑ってますね目を見たらいけないっていうルールがあってですね、宇宙人は目を見たらいけないらしいんですよ。なんか魂持っていかれるとかいう。でその話をですあまりにも面白いから、同僚で仲のいい人にして、いやあいつ宇宙人かもしれないからちょっと一緒に観察しようみたいな感じで言ってて、で私銀行だったんですごい会議とかすごく硬いんですよ。なんか毎週毎週こう法定金利とかが決まって、その法定金利によって自分とこの金利とかも変えていかなきゃいけないんですけど、まあ、そういう会議をいつもやってて、だから経済動向とかを話しながら、あとライバルの状況とかをねみんなで話し合いながら決めるんですけど、まあ、その人一番偉かったんでね、すごい真面目に話してるんですけど、なんか私はそれをこう横でこいつ本当に宇宙人かとか思いながら見てるんですよでそれでパッてなんか同僚の方を見ると、同僚もなんかこいつ本当に宇宙人かとか言ってると、なんかすっごい嫌いな、もうめっちゃ嫌な人なのに、もう本当に嫌いだったんですけど、なんかすごい楽しくなってきて、その人の周りにいるのが。だってその人が歩いてきただけで、あ宇宙人来たとか思うんですよ。だからなんかそういう、なんですかね、キャラクターみたいにしちゃうと、なんかどっちかで言ったらネタ元みたいになって、その人のことが嫌いは嫌いだけど、なんだろうなんかネタくれる人みたいな感じで面白くなってくるっていうか、それ宇宙人じゃなくてもいいんですけど、その対象がなんかそういうなんか自分の頭の中でなんかに変換してしまう。例えばなんかその人が来たらハリネズミに見えるとか、なんか多分そういうことをやると、その人自身じゃなくてなんか自分が頭の中で考えているその人の変換された後の姿とかが見るからすごい面白いっていう。もしかしたら関西人限定かもしれないけど、これはすごいおすすめです。これ軽い場合ですね、多分その相手に対しての嫌いっていう気持ちが軽い場合、これはすごい効くと思います。それから2つ目はハワイのですね、皆さんご存知かもしれないですけど、ホーポノポノっていうのがあるんですけど、まあ結局物事のなんか問題はの本質っていうのは外にあるんじゃなくて、全部自分の中にあるって、自分の中にある別人格みたいなのがあるっていうね。それでまあトランス状態にして、自分をトランス状態にするんですよ、4つの言葉を言うことによって。でそれでなんか自分の中で学びっていうか、多分トランス状態になったら直感とつながりやすくなるから自分の中で学びが出てくるんですけど、やり方はですね、まずですね、その嫌なやつとかのと自分がいるところのそのイメージとかをこう頭のなんていうのか、第三の目みたいなところでこう想像しながら言うんですけど、でそれで、4つ言います言葉を。で最初が、まあ、順番どうでもいいんですけど、ごめんなさい、それから許してください、それから愛しています、それからありがとう。これ英語でやってもいいんですよ。英語で私がやるときはいつも I love you, I thank you, I'm sorry, please forgive me って言いながらやるんですけどこれはなんか自分の中の、インナーチャイルドとかに対して言うんですけど、でもまあなんか軽いトランス状態に入っていくんですよ、これをやってると。夜寝る前とかにやるとすごいいいんですけど、そうするとなんかそこから自分が何を学べるのかが分かるっていうね、不思議なんですよ。私これすごいしょうもない例なんですけど、これ初めて聞いた時に、ちょうどなんかインスタグラムを始めた頃だったんですよ。でインスタグラムをやってて、なんか最初の方なんかやり方とかも全然わかんないし、何が面白いのか全くわからなくて、でなんかインスタ疲れをしてたんですけどでその時にこれ何なんだろうと思って、あのコーチングの副業を始めた時にインスタをやった方がいいよって言われてやり始めて、でその時になんか時間かかるし、なんかやってる意味あんのかなとか思ってやってて、でその時にこのポノポノを聞いてですね、でちょっとやってみようと思って、こうインスタグラムのあのロゴを思い浮かべながら
言ってたんですよ、延々と、あの寝る前に。そしたらなんか降りてきてですね、そのインスタグラムっていうのはなんか自分の画像を投稿するもんじゃなくて、人とコネクションを作るためにやるもんなんだっていうのが降りてきたんですよ。で、そのまあみんな投稿してますけど、そのまあ自分も投稿するんですけど、だけどその投稿を通じてコミュニケーションを取るんですよね。だからなんか結局その時私が学んだのは、なんか自分を取り繕うんじゃなくて、自分の心が思ってることをインスタグラムに投稿してたら、なんかそこに共鳴した人とお友達になれるよっていうことだったんですけど、それ本当にそうなったんですよ。事実だったんですよ。で、なんか私は最初はフォロワーを増やすことが目的なのかなと思って、なんか多くの人に、なんかなんていうんですかね、フォロワーを増やすようなあの投稿するんだろうなと思ってやってたんですけど、実は、まあ、そのフォロワー増やすのが大事な人っていうのはいると思うんですけど、なんか私の場合はその本当に大事なのは、その自分と共鳴する相手を探してお友達になるっていうことだっていうことに気がついたのがすごくないですかこれ。そんなこの4つの言葉は言うだけですよ。なんか結構深くないですか、学びが。わかんないけど、あのもうインスタグラム長くやってる人は多分わかると思うんですけど、なんか私全然そういうことがわかんなかったので、いやそうなんだと思って、これは本当にネットワーキングのあのツールなんだなと思ったんですよ。でよく考えてみたら、やっぱしなんか起業するってそのまあいろいろありますけど、その自分の仲間を増やしていくってすごい大事じゃないですか。こうやってあのサラリーマンでも言えるんですけど、あの同僚の同期とか、あと先輩とか上司とか、やっぱ自分の味方になる人を会社の中にいっぱい作らないといけないじゃないですか、成功しようと思ったら。それと一緒なんですよっていうことに気がついたんですよ。で、あ、そうなんだと思って、あのホーポのものすごいと思ったんですけど。だからこれもちょっと試してみてください。あのその人のことが好きになれないとか、まあ、嫌いな気持ちが消えなかったとしても、自分がそこから何を学ぶのかっていうのが多分わかると思うんですよ。この なぜか、これ一回試してみてください。あのハワイのホオポノポノってあの検索したらやり方が出てきますので、やってみてください。それからですね、3つ目、これが私がいつもあのすごい有効だと思う方なんですけど、それは感情から学ぶっていうことなんですよ。でそのネガティブな感情をあの感じるってことはですね、そこからあなたが何かを学ぶべきことがあるからなんですよ。でそのネガティブな感情っていうのを掘っていったら、生きてなんで生きてるのかっていうその意味にすごいつながってるんですよね。でなんか例えば私がすごい最近すごく学んだことなんですけど、ある時に9歳の頃に親があなたに言ってた、お金に対してあなたに言ってたことをあの覚えてますかって言われて、まあ、それはなんかその質問はなぜかというと、その子供の時に親が言ってたことが自分の思い込みになってるからなんですけど、それをなんかコーチみたいな人に言われて、その時に思い出したのが、あの昭和の子供だったん で地方だってすごい安全なところだったんで、あのしつけのためになんか言うこと聞かなかったら結構家の外に出される子供がすごい多かったんですよ。で多分それ普通にされてたことだったんだけど、なんか私は子供の時にこう、まあ、弟と喧嘩して、私が姉なのに喧嘩してるから外に出されるとか言ったら、やっぱ不安というか、なんか自分が、他人の力に頼らないと根本的な欲求も満たすことが、自分に対して満たすことができない。例えばなんかのマズローの欲求の一番下の段階 の安全性とかですね、あの生命の安全とか、そういうことですよね。あの住居があるとか食べ物があるとか、そういう根本的な人間としての欲求がを自分で満たすことができる、まあ、お金とか稼げないですからね、まだ9歳だから。で方法も知らなかったしっていうのをすごい感じて、なんですかね、こう人の情けの上に成り立ってる命みたいなことをすごく感じて、それがすごい無力感としてあのすごい嫌だったことを思い出したんです。その時までは忘れてたんですけど、その時に思い出して、その時にあのそこにいた外国人の方に
私もそういうことがあったよ、 I'm sorry とか言われて、でその泣いちゃったんですよ。なんかすごい強い感情が出てきて泣いちゃったんですけど、 それで私が学んだことは、そのまず、まあ、2つあるんですけど、まずはその感情から学ぶときは、自分のこれからの足しになるようなポジティブな言葉、しかも必ず自分のことじゃないとダメなんですよ。例えばなんか、でも親はあの時私を愛してたしとか言うのはダメなんですよ。それは他人のことだから、自分のことじゃないといけなくて、私が学んだのは、例えば私が学んだのは、その時は無力だったけど今は私は無力じゃなくてすごい力があるっていうことだったんですよね。それとか今の私にはその外になんか一文なしで、ある日一文なしで放り出されたとしても、またなんかあのそこからあの豊かさを築いていけるような知恵があるとか、あの友人がいるとか、そういうねことを、ま、あの考えるというか、まあ、降りてくるんですけど自分の中に。それ何を学べるかかどうかを、まあ、できたら紙に書き出してほしいんですけど、そのネガティブな感情から自分が自分自身に対して何を学べるかどうかっていうのを書くんですよ。でそれで私が気づいたのが、あ、私はあの無力っていうものを力に変えれる、そういう能力があるって思ったんですよね。でその無力を力に変えるっていうのは、まあ、つまりそのままあのエンパワーメントなんですけど、あの何回もこういう同じように感情から、強い感情から学ぶっていうことを繰り返してたら、そうやって出てくる、同じことが何回も出てくるんですよ。で私の場合はその無力を力に変えるっていうことが何回も何回も出てくるんですけど、それつまりですね、私が気づいてないから感情が私に教えようとして何回も言うんですよ。でまあ今私気づいたから、もうそういうなんかネガティブ感情とかあんまり出てこないんですけど、それまでは本当に何回も何回も出てきました。だからそのネガティブな感情出てきた時になんか目を背けるんじゃなくて、辛いんですけどそこちょっと掘っていって、その感情は私に何を教えてくれるの、私のに自身のことで私に何を教えてくれるのかっていうのを掘っていくと、絶対にあなた自身の生まれた意味とかやるべきこととかが分かると思うんですよ。それがもう無意識のサインだと思うんですけど、だからあの結局私が思うのは、その嫌な人っていうのはなんか死者なんですよね。なんかそのどっかから使わされた死者っていう意味なんですけど、あなたの本質に気づいてほしいからそういう人が現れると思うんですよ。で本当に嫌な人っていうのは嫌な人だから付き合いたくないと思うんですけど、あのそういう人憎むとか恨むとかはあの自分に返ってくるから絶対したらいけないと思うんですよ。でできるならばあのそういう自分の使命とか生きてる意味とかを教えてくれてありがとうぐらいの感情を持てば、多分その人のこと嫌いじゃなくなると思うんですよね。でそれが無理ならもう最初の宇宙人に戻って、私はなんかもうそのボスが宇宙人って思った瞬間にもう全てのことがネタになったんで、そのネタを提供してくれてありがとう状態になったんですけど、まあ、そういう感じで自分の嫌な気持ちとか憎む気持ちをニュートラライズするっていうんですかね、自分の中でなんか、まあ、難しいとは思うんですけど、それ感謝するのはすごい難しいと思うんですけど、まあ、そこまでいかなくても、まあ、気にならなくなるぐらいまではなんとか自分の中でできるんじゃないかなと思います。こういろんな方法を試せば、まあ、なんか そんな3種類の方法を、何かに置き換えてしまう、私の場合だったら宇宙人だったらめっちゃ受けたんですけど、でそれからあのハワイのホーポノポノ、それから感情から学ぶ、私はあの3つ目がすっごくおすすめなんですけど、まあ、これちょっとあの全部試してみてください。で、まあ、もしそれで解決しなかったらまた私別の方法を考えるんでまた教えてください。まあ、人間だから絶対その全ての悩みはね人間関係から起こるってアドラーも多分アドラーだったと思うんですけど言ってるじゃないですか。だからその
まあ、人間と人間の間で嫌な感情が起こるのは仕方ないんですけど、でもそれをひっくり返せば結局なんか人間関係があるからこそ自分が学べるっていうことなんですよね。で、自分が学べてないことを教えるために嫌な人がいると。でもその学びが終わったら多分その嫌な人はもうどうでもよくなると思うんですよね。やっぱそこにちょっと何を学べばいいのかっていうことに集中したら、多分その嫌な人は物理的にもう自分の目の前から消えてくれるか、精神的にどうでもよくなるか、どっちかになると思います。一度試してみてください。今回はこんなお話でしたけれども、もしこれがお役に立ったという方がいらっしゃったら、配信登録またレビューの方よろしくお願いいたします。それからインスタグラムでフォローしていただけるととても嬉しいです。 yuri_happily.ever.after です。最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。